はい、どうも、湘南です、えー。2021年、えー、4月号のファイブスターストーリーズ感想を言ってみたいと思います。今回の、えー、注目箇所は3つ、えー。その1、デモール開発史。その2、えー、フォーカスライトの謎。3、えー、今後のマキシこの3つですね。じゃあ、あの、1つ目から。 行ってみたいと思います。まずですね、デモール開発し。今回デモールが再登場して、えー、ファティマ搭載型に改装され、普通のね、GTM になっちゃいました。<laughs> 普通の GTM ですね。でこれは、えー、改編前のデモールに該当するモーターヘッド缶の設定とは大きく変わってしまったわけですが、缶の設定はあまりに面白すぎるので、単純に廃止したとは到底思えず、 おそらく引き伸ばして先送りしたんじゃないかなと思います。多分ね、あの、バルタ博士とビリジアン博士を描くのが楽しすぎて、予定を一つ二つ段階を設けたのではと推測します。あの、ビリジアン博士は、富野監督、富野由城監督がモデルっていうのは結構有名ですが、バルタ博士ね、多分、富野の奥さん、富野監督の奥さんがモデルなんじゃないかなと思います。え監督の奥さんは、 通称黒いララーと呼ばれて <laughs>、黒を基調としたメルヘンな格好をしていたと言われています。ファンの間にね。言われてましてで。バルタ博士も黒が基調色なので、多分間違いないでしょう。で、えー、デモール開発エピソードは、デモール開発エピソードに囲つけて、富野夫妻の物語を書こうなんていう意図があるのではと疑っています。はい。でですね、えー そこでですね、あの、肝心のデモール。旧設定の特徴を振り返ると、まあ、旧設定のモーターヘッド缶の時の、えー、設定が3つありまして、1つはエトナムル・ファティマでファティマ要素を平均化する。でその2がツインエンジンで高出力化。3つ目が短期決戦思想。この3つですね。で、 本編では、エトランブルは挫折しちゃったんだけど、しかし、ファティマが不足する時代はまたやってくるので、再び方針転換の可能性はまだあると。で、ツインエンジンは、デザインズ3の記述によると、レッドミラージュのお披露目の際に、バルター博士がその特徴に気づいたことになってますが、本編ではその形跡がないと。で短期決戦思想は、これ何気に、 破裂の人形との戦闘経験が伏線となって、後々採用の可能性がまだある。以上からまだ急設定が生きているのではと推測しています、えー。自分の予想では、今後ツインエンジンの GTM と戦闘あるいは戦闘を目撃する機会があって、そこでツインエンジンに着目し、ツインエンジン搭載モデルを設計するも、 GTM が不安定になり、その悲鳴を聞くファティマが逆に邪魔な存在となる。そこで GTM の声を無視できるエトラムルで強引に運用し、短時間だけ戦闘可能な破裂の人形のような戦いができる高出力,高出力兵器を完成させるという流れになるのではと思います。ね、バルター博士は、 2度や3度の挫折を味わい、まあ、ビリッジアン博士に支えられてデモールを完成させていくというね涙なくして見れない開発物語が展開されるのではと期待しています。で続いて2つ目の、えー、注目ポイント、フォーカスライトの謎、えー。アウクソーが再構築されてデルタベルンになると思いきや、まさかミースの新作だったっていうね今回驚きの展開でした。 で、あの、強制リブートの特性は、まあ、おそらく44分間の奇跡に関わる伏線の一つと考えるべきでしょう。ね、あの、ボスヤスフォードが GTM に乗ったマキシをハイブレンでコントロールしようとするところで、リブート停止させて破壊するみたいな展開があるんじゃないかなと思います。それと、えー、アウクソーからフォーカスライトを取り出す作業は、 かか何らかのトラブルが起きると予想してますえバッハトマ城突入時のマキシはアウクソーを壊れ物扱いしているので取り出し作業時にアウクソーが壊れてしまう可能性が高いと見ています。それとデルタベルンの方も何かありそうで以前,以前出てたモラード・ファティマの新設定にデルタベルンパッチデータというのがあって何やらデルタベルンに修正を加える様子があります。 でこのパッチデータのナンバーがタワーより前なんで、本編でこの設定が出るのも近いと思われます。でデルタベルンもフォーカスライト転送時に不具合を起こし、パッチデータで修正が必要になる、あるいは強制リブート特性が危険すぎるとかで制限をかけるみたいな展開があるのではと思ってます。あとですね、デルタベルンがもともとエトラムルとして設定されていたことも注目で、 今回登場していた育成カプセル内のデルタベルンやデザインズの設定画のデルタベルンなどはエトラムルには見えないんですよねで。フォーカスライト移行する際のトラブルでファティマとして何らかの機能が破損してデルタベルンが反エトラムルになってしまうという展開があると思ってます。でここから妄想ですけど、以前ビリジアン博士が ファティマとエトラムルの決定的な違いは、ファティマは GTM の母になることができる、声を聞くことができると定義しました。そして、アウクソーは、海ンと別れた後、GTM の声が聞けなくなり、その大事な機能が失われている。なので、現在のアウクソーはエトラムルとも言える。デルタベルンが反エトラムルであるという設定は、 アウクソの欠落部分が実はフォーカスライトの領域にも及び、それをデルタベルに転送してしまうので発症してしまい、フォーカスライトは機能障害を持つ反エトランムルになる。で、44分間の奇跡あたりで、マキシと SSL が乗った GTM を、反エトランムルのフォーカスライトと誰か、おそらく復活した海縁あたりが乗った GTM が破壊する。 そして、それを見ていたバルター博士が、ツインエンジンプラス、エトナムルの発想に行き着く。ここまでが今回の伏線のワンセット。みたいなね。これ当たったらびっくりですね。はい。なわけで、まあ、フォーカスライト、いろいろこう、謎が今回残りました。では、今月最後のえ3つ目の要素、今後のマキシ。今回のセリフ回しから、 だいぶマキシの転換が見えてきたって感じがしました。ポイント3つあって、1つはダイヤモンド博士が AKD に赤月姫を納品。2つ目が牽制マドラとの決定的な力の差。3つ目がまだ騎士になってないマキシこの3つですねいや。おそらく、マキシが騎士となって牽制を取ることに興味を示すのが次の段階で。これはマドラがうまくマキシを操すことでその方向に持っていく。でそして、まあ、バーシャが 以前言っていた、騎士とは GTM を狩るもの。このセリフが再利用されて、さらに次の段階でマクシや GTM 登場に興味が向く。そこで、ダイヤモンドの納品に立ち会って、マクシーが暁姫を奪い、大暴れするところを、急遽マドラが、ランあたりに滞在したエナから、モーターヘッドファントムに該当する GTM 版を借りてきて、暁姫をぶっ壊す。 こういう構図なんじゃねえかなと踏んでます。まあ、多分俺、半分ぐらい合ってんじゃねえかなっていう自信があります、これは。で、もっと妄想を進めると、騎士なんて大嫌いだけど、騎士になっちゃうマクシ騎士なんて汚いものだと思ってるけど、心の底では理想そのものと思ってるヨーン。この対比で、ヨーンの物語もこれから大きく進んでいくのではと思います。いやー、先が楽しみですね。 今週も妄想がはかどる話でした。それではね、今月はここまで。チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた。